皆さんこんばんは。今週もお疲れ様でした。アサギの夜ニュース、週の終わり金曜日、6月28日の出来事はこちら。1つ、スチームでサマーセールが始まりました。期間は7月9日までです。今回のセールでは、3月に発売されたセキロや、ついこの間の5月に発売されたレイジ2などの最新タイトルもラインナップ。皆さん今こそ一瞬その消化時ですよ。はい。2つ、青島文化教材社よりカンコレに登場するクスクカンジャービスの7分の1フィギュアが9月に発売されます。価格は税込み16,340円。幸運感と名高い英国の駆逐艦ジャービス、声の妖精さんの兼ね合いもあって、混合やロアスパイクと一緒に描かれることが多い印象です。ただネックなのは、ドロップがイベント海域限定にたること。大型建造で生きるから来てほしい。はい。3つ、アリスリアエージェント、ゲームアリスリアにてフレームアームズガールとのコラボイベント、キャッチャーウグズナ東京シャードが開催されました。なお、映画は明日から公開予定です。このコラボでは、新たに FA ガールフレズベルクが登場。ログインするだけで星3アクトレスがもらえるほか、星4番がスカウトにピックアップされています。これに加えて FA ガール4名の水着が福袋コレクションに登場。アニメ第9話で登場したものに加えて、フレズベルクは最近発売されたビキニアマーのあれで登場します。いいね。ちなみにアサギは星4番のフレズベルクを当てました。やったね。はい。4つ、千葉テレビにて7月7日から VTuber の皆さんによるバラエティ番組 VTuber が放送を開始します。この番組は毎回さまざまな VTuber をゲストに呼んで、VTuber かける千葉をテーマにしたりしなかったりしながら、 VTuber 文化を世に広めていく番組。インサイドちゃんマーク2さん、九条かすみさん、月宮しずくさん、みそしかさんをレギュラーに、多数の VTuber さんがゲストに呼ばれる予定です。5つ、アルマビアンカは7月からのアニメ戦記戦勝シンフォギアエクシブの放送を記念したポップアップストアを、7月25日から8月8日にかけて秋葉原ゲーマーズ本店7階で実施します。店舗ではトレーディングアクリルスタンドやキーホルダー、缶バッジ、 T シャツなどを販売。税込み2000円ごての購入で、特典としてブロマイド1枚がランダムでプレゼントされます。さて、今日のニュースはここまで。ついにやってきた月末、週が明けるとついに7月です。コミケまではあと6週間。サークル参加の方も一般参加の方も頑張ってまいりましょう。体調には気をつけて、また来週。